じゃあ、さっきの本田健さんが言っていたね。月収100万円10万円っていうのをね。引き寄せることもできるしね。100万円を引き寄せることもできるし、月収1000万円を引き寄せることもできるよ。っていうことなんですよね。これなんやねんってね。どういうことなの？これってね。あなたにプラス10万円欲しかったらいろんなやり方があるんですよ。あなたが開発しなくていいんですよ。同じように。 あなたがプラス月収ね100万円欲しかったらそのやり方もあるわけなんですよね。で、1000万円欲しかったら、おそらく副業だったらちょっとあのもしかしたらその1000万円レベルに行くと副業じゃなくて本業になるかもしれない、または起業みたいな話が入ってくるかもしれないんですけどやり方はあるんですよね。だからこのやり方っていう実際にじゃあ月収プラス100万円するのどうやるのって。 1> 1, 万円どうやるのって、ね、でそのあやってる人がいるんだ、可能性はあるんだ、で、やり方を学んで、そこに行動を取ると、アウトプットすると、やり方をインプットして、時間がかか,かかるのは普通だから、時間をかけて行動を続けていくと、でできるわけなんですよねもうすでにあるわけなんですよ、それがすごい大切なことなんですよ、この,このビデオの中で、ね。 なのでちょっとこのスライドに戻るんですけれども、ね、あなたが本音で望むことっていうのは、すでにユニバースの中にはあるんですよね。でこれ、よくあのパラレルユニバースとかバシャールのお話を聞いていると、あこういうことなんだっていう、ね、ことなんだけど、ね、だからポイントは、ね、仕事で月収10万円プラスっていうオプションもすでにあるわけなんですよ、世の中に。すでに1000万円 プラスするっていうのもでできるんですよねでもしそれできないって思っているんだったらこれはその可能性を感じていないことなんですね。だから可能性が感じないと目標にすることができないじゃん。 ね、でこの可能性を感じるっていうのはすごい大切なことで、ちょっとこのビデオのお尻にちょっとお話します、これは、あのフィックスマインド、えー、と成長型マインドと、ね、固定型マインドの違いっていうのがあって、もし人生を変えていくんだったら、ね、私はできない、私は無理、こういうオプションはないって、もう自分で決めちゃうとそれが現実になっちゃうわけなんですよね、だってそれがあなたのパワーじゃないですか、神様からもらったみたいな、ね、でも、この、あオプションはどうやったらできるんだろう。 ね、この一ミリのシフトこれが成長型マインドです <music> Hey thank much checking you guys, thank you so much for checking out Chris room Chris' 今日もクリスの部屋 l e に、ね、遊びに来てくれて本当にありがとうございます。今日はね、あのやっぱりね自分の人生を変えていきたいとかね、ねその目標に向けて自分のビジョンに向かって進んでいくっていう時にね、絶対聞く言葉ね、ねそれは引き寄せの法則っていう言葉を皆さんよくお聞きすると思うんですよね。で中にはまだこの引き寄せの法則っていうのをよく聞くんだけど、この現実的に自分の日常生活の中で ね、取り組むことができていないっていうか、そ,れそんなの取り組むことできるのなんかね、お金欲しかったらお金欲しい、お金欲しいってずっと思ってたら、なんかお金が引き寄せられるとか、どういうことなのね、おそらく本当なんだけど、現実的にこのアクションステップ、ステップアイステップみたいな感じで、引き寄せの法則をなんか使っていきたいとか、ね、お持ちの方いっぱいいると思うんですよ、思ってる方が、ね。で、ちょっとね、あの実は僕ね、あの1年前、1年ぶりか。 1>, 1年ぶりに、あのー、クラブハウス、昨日あの入ったんですよ。クラブハウス、皆さんご存知ですか、アプリで、昔はなんか Mac オンリーだったんだけど、なんかあのラジオみたいなことなんだよね。で、聞いてる人がラジオに実際参加できるような、すごい素敵なアプリがあるんですよね。で、僕、実はちょっと僕の友達の翔子さんね、あの今日のね、ちょっとスライド作ったんですけど、ちょっと引き寄せの法則、ベーシックトレーニングって書いてあるんだけど、僕の友達、あのー、 千葉翔子さんっていう方がいるんですよ。PWC とかね。いろんなところでビジネスとかコンプライアンスまでいろんなことを学んで、今はあのエキゼクティブ・ライフ・コーチをさあのやっている方で、彼女がね、結構あのクラブハウスを前やってて、まだやってるのかなと思って、ちょっとあのハローみたいな感じで遊びに行ったんですよね。でぜひね、あの彼女も YouTube やっているし、クラブハウスもやっていますので、ぜひあの彼女をチェックアウトしてください。素晴らしい方です。で一緒にあの僕あの、本を出版するときにね、 あの一緒にあの本田健さんのコースを受けていたんですよね、本の書くときの書く All、right。で、そのね、翔子さんをあの僕があの探していたときに、なんとですね、翔子さんが入っていたクラブハウスがあったんですよ、で、そこに本田健さんもいて、でそのテーマがなんか、引き寄せの法則みたいな感じの,であのテーマだったんですよね、そのクラブハウスが、朝6時から7時からスタートだったと思うんですけれども、でそこで聞いてたら、あっ、 クリスがいるよ、みたいな感じで、なんか僕聞いてる、聞いてた、聞いてただけだったんだけど、とキュックリス上がってきて、みたいな感じで、なんか、なんか、チカチカみたいなのが出てきたアプリで、あ、やべって、僕車運転してるんだけど、あ、すげえとか言って、ちょっとボタンを押して、なんか車を通して、車のマイクを通してね、Bluetooth を通して、僕は日本の、ね、方の何百人の前でいきなりなんか話すっていう形になっちゃって、で、ポイントはね、面白いのは、ね、 ここその後に本田健さんがクラブハウスで出てきて引きき寄せの法則についてて話してきたんですよで彼が言ってたのは、ね、この引き寄せの法則っていうのは、ね、もうすでに中にあることを引き寄せることもできるしその新しいことを引き寄せることもできるんだよって。 言っててね、例えば、ね、自分の収入を、ね、引き寄せの法則で自分の収入をじゃあなんか新しい副業とか企業をスタートして収入がプラス月収10万円入ってくる、ね、それを引き寄せることもできるしプラス100万円っていうのを引き寄せることもできるしでプラスじゃあ月収1000万円っていうのを引き寄せることもできるんだよって言ってたんですよね。 でちょっとその話を聞いて僕なんかおそらくなんやねんって思ってる方も何人かいたと思うんですよね。で僕もおそらく数年前はどういうことなんだろうね月収プラス1000万欲しいんだったら月収プラス1000万叶うようにーってでそうやって引き寄せるのかなって思ってたんですけども実際にあの僕がこの話がすごいあの現実的に行動より。 科学的っていうか現実的に理解できたんですよね,ね。で、これを今日皆さんにちょっと時間をかけて説明したいなと思っております。ね、どういうことなんだろう、ね。で、これを学んでいくためにですね、実際に必要になるキーワードっていうのがあるんですよね。で、それは today's keyword is 可能性、ね。可能性固有振動数。そしてアウトプットっていうことなんです。ね、可能性っていうのは ね、あできるんだって論理的に理解するっていうかまたは最初は信頼でもいいんですよね可能性は信頼可能性を感じることによって道が開かれていくんですよね,ねでこの可能性どこに自分がフォーカスしているのかっていうのが自分の固有振動数に変わってきてで実際にその可能性に向かって進んでいくっていうのがアウトプット インプットしたらアウトプットしますよね。何かを学んだらアウトプットする。なので、皆さんもこのビデオを見てやら終わりには実際にこのビデオがインプットになりますので学びになりますのでこのビデオを見たら実際にこの引き寄せの法則を現実的にアウトプット行動できるようになります。 All right。なのでね、ちょっとワクワクして面白そうだなーって思う人は、ぜひ、LIKE ボタンを今押して、あ初めての方はね、このクリスの番組登録していない、クリスの部屋に登録していない方は、ぜひ、チャンネル登録をしていただければと嬉しいです。All、right。で、ここでね、ちょっとその、あのー、可能性っていうことについて話していく前に、ちょっと不思議な、この固有振動数っていうことについてお話しさせていただきたいんですよね。ねなぜ、この固有振動数っていうのが大切なのかっていうと、僕たちは、ね、 何を目的にするかによって私たちの行動が変わってくるんですよね。ねで何ができるのか、ね、私は幸せな人生を生きていくことができる私は収入を上げることができるっていう可能性が明確になってでそこにゴールをセットする目標を例えば幸せになるとか収入を上げるとか、ね、健康になるとか、ね、それを ゴールにすると、ね、それが自分のフォーカスしているポイントになってでそこにアウトプット行動をあの取っていくっていう形になるんですよね。で宇宙不思議なことなんですけれどもこのユニバースは全てのアクションにはリアクションがあるんですよね。 ね、なので、その私たちがゴール設定する、すっごいゴール設定がいつも、ね、大切なんだ、大切なんだって皆さん言っていると思うんです、ね、皆さんも理解していると思うんですけど、いろいろ言ってますよね、すごい大切なんですよね,ね。でも、面白いのは、ゴール設定っていうのは、可能性を感じないゴールにゴール設定するっていうのは、すごい難しいんですよね。人間の脳科学的に、現実的に、こ,のこれは無理だよねって。 可能性ゼロだよねっていうところに私たちはゴール設定目標をつけないんですよね,ね。目標っていうのはできるよなって可能性はあるよなっていうところにフォーカスして行動を進んでいくわけなんですよね。 ですごいこの引き寄せの法則っていうことを学んでいくとちょっと普通の目標設定で学んだことをインプットねインプットしたことをアウトプットしていく、ね、目標に向かって進んでいくゾッとする怖い時があったらそのゾッとする方法を外していく方法を学んでそのチャレンジ、ね、トラブルをあの成長のチャンスに変えていく。 ね、そのようなやり方が普通のなんか、ね、やり方なんですけれども引き寄せの法則っていう風になるとちょっとこの固有振動数、ね、と共鳴っていうことを理解すると引き寄せの法則があこういうことなんじゃんだから全然分かったよこういうことだっていう感じで分かるのね。ねなので本当にあの固有振動数っていうのは、ね、なぜ学ぶのかっていうとやっぱり私たちはエネルギーなんですよね。 リアルに、この分質なんだけど、分質っていうのはエネルギーなんですよね。これはアインシュタインも言っていて、このものっていうのはね、ダイヤモンドみたいに硬いものなんだけど、ものとかも、やっぱりそのちっちゃいちっちゃいレベルで見ると、いろんなエレクトロンとかね,ね、プロトンとか、いろろなこのエネルギーが動いてて、このエネルギーは測ることができるんですよね。ウェーブフォームで、波動数っていう感じで、その上に上がっ波で測ることができるんですよね。で 面白いのは宇宙の中のものはすべてエネルギーなんですよね。すべて揺れていて、すべて固有振動数っていうのがあるわけなんですね。この,この鉄の固有振動数もあるし、この、ね、プラスチックの固有振動数もあるわけなんですよね。でも中身は同じなんですよ。エネルギーなんですよね。All right. で、ちょっとこのね例えば、ね、この共鳴っていう言葉を聞いたことがあると思うんですけれども、英語にすると、その、あの、 えーとどういうことなのかっていうと引き寄せの法則だからねこの自分が鳴っている、ね、波動数と同じ波動数が共鳴されて引き寄せられるよっていうことなのね。で例えばここに2つのおりんがあるんですけれども,、ね、もしこれ実はあの違うサイズなんだけど違うメーカーなんだけどもしこれが全く同じメーカーからの全く同じサイズだったら、ね、1つをチーンって鳴らしたら。 ね、こう僕は持っててこのこっちのやつを鳴らしたらこっちも鳴るんですよなぜかっていうとチーンって鳴らした時のエネルギーのバイブレーションが、ね、僕の腕を通してこっちに渡ってくるまたは空気を通してこっちに当たるんですよね。で 同じ固有振動数があるので、共鳴、レゾナンスっていうのが、科学的にね、ねのレゾナンスっていうのが出てきて、こっちが揺れ始めるんですよね。で、これをちょっとね、分かりやすくするために、ちょっとビデオを、YouTube の面白いビデオを一緒に見ていきましょう。これね、あと YouTube のリンク、下に入れくるんですけど、ね、このチューニングフォークを叩くと、ね、今、何が起こっているのかっていうと、 ね、お分かりになると思うんですけれども、ちょっと待ってね、ここのチューニングフォークが同じチューニングフォークなんですよね。ねなので、同じ固有振動数のものです。 でこのボーンっていうのを叩くと、ここのエネルギー、バイブレーションが、この下の木の箱を通して、空気を通して、バーンってこっちに流れてきて、ここが揺れるんですよね。で、それが、ここのね玉に当たって、ポンポンポンって流れていることなんですよね。ちょっと今の分かりにくいかもしれないので、ちょっとどういうことなのかっていうと、こういうことです。ね、この実験、皆さんね、なんか小学1年生とか3年生の,の分かんないんだけど、ね、小学校の理科室で実験やったと思うんだけど、ペンドラム。ねペンドラム ここのの同じ固有振動数ががあるるものが揺れれ始めるんですよねこれはちょっとスピードが遅いのでちょっとダブルスピードにしようか。ね、揺れてると。横から見ると、ね、同じ固有振動数のものが一番揺れると、ね。こういうことですよね。お分かりですよね。なんかもう一つ、ね、あるんだけど、まあ、これも同じことなんだよね。 こういう感じでだ例えば黄色のやつを揺らすと黄色のが揺れるよっていうこと赤は赤ねこれ皆さんあの当たり前ですよねお分かりですよね,ねだから緑をやると緑が揺れるよっていうことなんですよ OK でねメトロノームって皆さん聞いたことがあると思うんですよね,ね不思議な実験があって、ね、例えば、ね、あ例えばここに3つのメトロノームがあって同じ店舗にするじゃないですか ね、でその店舗が同じで3つのものを違うタイミングでスタートすると何が起こると思います時間がかかると同じタイミングに同じ店舗に変わるんですよね。不思議なことなんですよ。でこれをですね実際にあのちょっと YouTube の,、ね、あの東京理科大学のキャンパス。 でねあの行われた実験、メトロノーム100個を使った実験っていうのがあるんですよね。でこれもちょっと,、えー、とスピード2倍で時間がかかるので見ていきましょう。これ面白いよ。でちょっとめちゃくちゃ早いんだけど、ね、メトロノームがお違うタイミングで揺れてますよね,ね。で、このまま放っとくと何が起こるのか、ごめんなさい、ちょっとすごい時間がかかって長いビデオなので。 徐々、ね、ジ徐ョ々ジョ,ジョ,ジョなんか同じタイミングで揺れてくるんですよね、でちょっと真ん中に行くと、おーおーおーおおおおお、結構いい感じで揺れてますね、ね同じタイミング、でちょっとさいもう本当に最後のところとかに行くと、もう全部同じテンポになるんですよね、ね不思議なことですよね。 ね、なので、これがそのレゾデンス、共鳴っていうことなんですよね。でもう一つ、ちょっと人間的にこの、この例をあの人間に、わわわわちょっと待っとて、okay、でこの例をちょっと人間的に説明するとあの、アメリカの高校のランチルームっていうのをちょっと想像してもらいたいんですよね。アメリカの高校っていうのは、ランチを教室で食べるんじゃなくて、大きいランチルームで食べるんですよ、普通の場合は。 ね、本当に何百人とかが、ね、300人、400人とかがもう一気に同じタイミングで食事を食べたりするんですよね。で、この時に何が起こるのかっていうと、例えばバスケ部の人たちは、ね、バスケが好きな人たちはバスケ部と一緒に食べるんですよね。チ、ね、チアアリリーダーーーダダのの人たちはチアリーダーの 人たちと一緒に食べてフットボールの人はフットボールの仲間と食べてなんかアニメ好きな人たちはアニメが好きな人がと一緒に食べてなんか数学が好きな人は数学がなんか自分と合うような人たちと一緒に座るんですよねなんか一つ大きい部屋があったらここになんか真ん中は強い雨ふと次なんかバスケとかなんかそういう感じでベースボールとかねチアリーダーとかでなんか端っこになんかアニメが好きな人たちがいるとかなんかそういう感じでねなんか必ず分かれるんですよで校長先生が来てお いみんな今日はバラバラになって、ね、混ざってくれって言って、ね、混ざすじゃないですか人を。ね、で次の日何が起こるのかっていうと自然なことに不思議に自分と会う仲間たたちにまた戻ってるんですよね,ねだから校長先生が今日はアメフトの人とチアリーダーの人とアニメ好きな人と数学の人とみんなミックスして座ってって言っても次の日はまたその自分の固有振動数に と共鳴を感じるる仲間たちに戻っているわけなんでしね,ね。でこれね、この説明っていうのはあのなぜ大切なのかっていうとやっぱりここなんですよね,ね。アルバート・アインシュタインが、ね、これ本当に有名なあーのー名言なんですけれども分質について私たちは全て間違っていた。ね、私たちが分質と呼ん,でいた呼んできたものはエネルギーであり。 その振動が感覚的に視覚できるほど低くなったものである。分質は存在しない、あるのは光と音だけだということなんですよね。なので、ね、これが事実だと。っていうことは、この Resonance 固有振動数と、ね、共鳴っていうのはリアルなんですよね。ねで、引き寄せの法則の現実版。ね 中に入っていくと僕たちの固有振動数っていうのがあるんですよね,ね例えば、ね、自分の本音の固有振動数っていうのもあります、ね、本当に望んでいること幸せになりたいなとか、ね、いい人間関係が欲しいな世の中幸せになってほしいな戦争終わってほしいなとかね ね、そのような本当の固有心労数がある好きなことを仕事にしたいワクワクすることで、ね、感謝できることをキャリアにして世の中の役に立っていきたいそのような、ね、ことをキャリアにしたいと思っている本音の自分がいるんだけど、ね、やっぱり普通の社会で生まれると何言ってんだよ仕事、好きなことを仕事にするなんて危ないんだぞって、ね、辛いことをやるからお金をもらえるんだぞって仕事が辛いのが当たり前だ。 え、仕事が5時に終わったから帰りたい。何言ってんだ。社長が帰るまでに帰っちゃダメだぞって、ね。9時まで残れ。え、その終電まで働く。そんなの普通だよって。週末は仕事に来るなんて普通だよって。ね、このような自分の本音ではないんだけど、このアイディア。 ね、この考え方っていうのがこれ実は恐怖だと思うんですけどね僕はねそれが自分になんか被ってるみたいな感じで,で今度自分が何にフォーカスしているのかっていうと仕事が5時に終わって帰りたいなって思っても帰っちゃダメだよっていうところにねそれが事実だって、ね、それが現実だってそこにフォーカスしているわけなんですよね。 ね辛いことを仕事にして、本当に嫌い仕事が嫌い、ね、毎日大変なことをやっているってなって、ね、変えたいんだけど、変えちゃダメなんだって、自分で決めているわけなんですよね。ね自分で決めちゃってるわけなんですよね。これちょっと深いんですよね。このキリスト僕はあのキリスト教ではないんですけれども、キリスト教の聖書には、神は、あの人間は神のイメージで作られているって書いてあると思うんですよ。ごめんね、それでちょっと間違ってたごめんなさい、なんかキリスト教の方、あの申し訳ないです。ちょっと間違ってたら。でも、おそらくそういうのが書いてあると思うんですよね。書いてあるはずなんですよ。 ね、でどういうことなのかっていうとその神様っていうか宇宙っていうかそのクリエーターっていう作るっていうエネルギーでその人間たちは作ることができる現実をリアルに変えることができるどこからスタートするのかっていうと考え方なんですよね,ねだから私は辛いことを仕事にしないといけないんだって決めたらそれが現実になっていくそれはその動物とかはできないんですよね動物はなんかすごい幸せな状態にいる人間だけみたいな感じなんですよね ね、人間がこれはこうなんだって決めるとそれが現実になってもちろんそこに共鳴っていうのも広がっていきます。ね、でおそらくこの日本の方はねすごいなんか僕日本が好きな理由はやっぱりその、えー、と神道っていうんですか。日本の宗教 で,で仏教ではない神道っていう神道っていうのかなその神社で神社のところに行ってお参りしてポンポンってやってで神社の中に入るじゃないですかで本当入っちゃいけないんだけどちょっと入った、ね、想像して入ったつもりになって神様の顔見たいなと思ってパーって、ね、神社の奥にを覗くと何がある鏡があって、ね、そこのイメージ、ね、神様のイメージが自分ですよね。 でここも深いポイントと思うんですよ、この力がある、クリエイトする力があるっていうことなんですよね。で、これをちょっと科学的に考えていくと、ね、この引き寄せの現実バージョンっていうことに下ろしていくと、自分ができる、現実的だと思うことにフォーカスされるんですよね。ねだから、これは自分は幸せなことで生きていくことはできる、ね、やり方も分かっていて、これは現実的だって。 そこに自分の固有振動数を合わすことができる本音でねまたはその自分のこれはダメなんだってだからこれしかできない私ができることはこれだけだっていう感じでこれが現実的だっていうところにフォーカスするそれが目標になっているわけなんですよねそこにフォーカスを置いているっていうわけなんですよでこれをちょっともうちょっと深く科学的にいくとこのねできるっていうところが自分がフォーカスポイント自分の目標っていうか ね、できる、ね、そ,のここその固有振動数、それ私たちもエネルギーですからね、分出なんだけど、エネルギーですよね、そこのウェーブフォームっていうか、そこの固有振動数にフォーカスしていて、でその振動数のアクションを取るじゃないですか。ね、5時、会社帰っちゃダメなんだよって、あじゃあ、会社残りますって。 ね、夜9時まで残ります、何なんかみんなダラダラしてなんか帰っちゃ、社長が帰るまでダメなんでって、オッケーじゃあそのこういう振動数、ね、そのアクションを取ってるわけなんですよね。頭の中で感じていることを現実にしているわけなんですよね。ねで、それをこの世の中で自分が引き寄せてるっていうか、作ってるわけなんですよね。すると、同じ振動数の結果が生まれてきて、共鳴されるんですよねで。それが引き寄せられるんですよ。 ね、だからちょっと今のは難しかったなって思ったんだけど説明しながら <laughs> 考えてた時は簡単だったんだけど <laughs> どういうことかっていうと例えばね仕事終わって5時に帰りたいんだけど、ね、残らないといけないってだから残るっていうことが自分のゴールにしてなってますよね自分は気づいていないんだけどなんか無視的になっているんだけど残るっていうことを自分で決断して怖いからねでそれが実際に自分のアクションこの この現実のこのこ3次元の現実の中でアクションを取っているっていうことは必ず結果が出てくるんですよね。で結果はじゃあ例えば7時とか8時とか9時まで社長が帰るまで仕事で残るっていうことなんですよ。ね、でこれをやっていると共鳴が生まれるんですよね。でどういう共鳴が生まれるのかっていうと例えばあなたがそれをやっていてでその会社で3年勤めていると。 で新入社員が来て、5時になって、仕事終わったので帰りますって言ったら、自分が向かってなって、おい、それダメだよって言ったりするわけなんですよね。これ、共鳴ですよね。で、不思議なように、自分の周りには、同じように仕事が終わっても帰ってはいけないっていう人が、なんかだらだら仕事をやっているわけなんですよね。8時、9時ぐらいまでには、せめて7時までには、社長が帰るまでにはとか、ね。 で同じような感じで自分が好きなことを仕事にしちゃダメなんだ。ね、グレー企業に働いていた時によかったのはそのみんな社長が怖いんだけど会社辞めないんですよね。ねねなぜ辞めないのかっていうとその本能的に辞めたら死ぬんじゃないか、ね。なぜ日本人の方はみんなと同じことをよくやっちゃうのかっていうともうこれはもう本当に世代的に。 あのね、あの入っているっていうかみんなが信じて本当だって思っていることで破門されるっていうのがやっぱり本能的にサバイバルに感じることなんで扁桃体がアクティベートされてそれソロモンが流れてきて、ね、僕たちの脳が死ぬかもぞって思って身を守ろうとしてくれてるんですよね。 ね、本当は大丈夫なんだけど守ろうとしてるんですよね。でリアルにこれを侍の時代とか、ね、江戸時代とかその前の時を考えてもしあなたが農民で生まれて農民これバカバカしいでとか言ってでもっと隣の県の、ね、隣の国のお殿様なんかボーナス出してくれるみたいで労働時間の制限もあってで弁護士も出してくれてでなんか時金も使ってつきまっててすっごい幸せみたいなんだよって言って引っ越しようとすると侍がその、ね、あんた引っ越しちゃだめだよって言っていや,いや結構ですって言ったら実際に切られるわけよね。でで農民やってて本当に米起こせって ってて言われていや米結構ですこれおかしいですって言ったらやっぱしってマジマジサバイバル <laughs> マジサバイバルなんだよねでこれが自分の子供に伝えて子供に伝えてで昔はお殿様だったねで今度はその明治時代になって今度はお国になったとか今度昭和になってそれが会社になったとかねで平成令和になって今はすごいシフトが変わってきているわけなんですよね,ねでポイントが このグレー企業にいたときに辞められない人たちがいっぱいいらっしゃったんですよ。ね、で、その辞めるのが怖いと。ね、で、このんでどういうアクションですよね。どういう振動数のアクションを取っているかっていうと、辛い仕事をコンティニューしないといけない、辛い仕事を続けないといけないって自分が思っていて、それがゴールになってて、信じて、自分で気づいていないんだけど、おそらくね。で、そのアクションを取っているわけなんですよね。でそこに共鳴が生まれていると ね、なので不思議なように同じことを考えている人たちがその会社にいるんですよね。一人だけじゃなくてかなりの人たちが、ね、会社辞めたいって思っているんだけど辞めちゃだめって思っている。で残っているわけなんですよね,ね。これが共鳴ですよね。ポジティブの場合もありますよ。自分の本音をこういう振動数にする して幸せなことで生きていくって言ってその可能性が現実だって自分が知ることができてそこにアウトプット行動をやってね実際に好きなこと大切なね自分に大切なことを愛せるキャリアっていうのを見つけてそれでね生きていけるってなったらね実際にやっている人がめちゃくちゃいるんですよね一緒にやっている人と会ったりするんですよ。 ね、でそこで一人なんか辛い仕事をやっててやめちゃダメなんだっていう人がいたら大丈夫だよみたいな感じで今度はあなたがその人に共鳴を届けるみたいな感じになるんですよねわかりますよねこの共鳴の話はねオー、right. okay. でじゃあねここなんですよじゃあさっきの本田健さんが言っていた、ね、月収100万円10万円っていうのを、ね、引き寄せることもできるしね 100万円を引き寄せることもできるし、月収1000万円を引き寄せることもできるよっていうことなんですよね。これなんやねんって。ね。どういうことなのこれって。ね。ね。で、ここがちょっと大切なことなんですけれども、ね。その、あなたが副業を始めて、月収10万円 プラスするっていうやり方はすでにあるんですよね。あなたが開発しなくていいんですよ。あなたにプラス10万円欲しかったらいろんなやり方があるんですよ。ね、同じようにあなたがプラス月収、ね、100万円欲しかったらそのやり方もあるわけなんですよね。ねで、 1000万円欲しかったら、おそらく副業だったらちょっと、あのもしかしたらその1000万円レベルに行くと、副業じゃなくて本業になるかもしれない、または起業みたいな話が入ってくるかもしれないんですけど、やり方はあるんですよね。ね。だから、このやり方っていう、実際にじゃあ月,月収プラス100万円するのどうやるのって、1000万円どうやるのって、ね。で、その、あやってる人がいるんだ、可能性はあるんだ。 でやり方を学んでそこに行動を取るとアウトプットするとやり方をインプットして時間がかかるのは普通だから時間をかけて行動を続けていくとできるわけなんですよねもうすでにあるわけなんですよそれがすごい大切なことなんですよこの,このビデオの中でね。 なのでちょっとこのスライドに戻るんですけれども、ね、あなたが本音でのの望むことっていうのは、すでにユニバースの中にはあるんですよね。でこれよくあのパラレルユニバースとかバシャールのお話を聞いていると、あこういうことなんだっていう、ね、ことなんだけど、ね、だからポイントは、ね、仕事で月収10万円プラスっていうオプションもすでにあるわけなんですよ、世の中に。すでに1000万円 プラスするっていうのもでできるんですよねでもしそれできないって思っているんだったらこれはその可能性を感じていないことなんですね。だから可能性が感じないと目標にすることができないじゃん。 ね、でこの可能性を感じるっていうのはすごい大切なことで、ちょっとこのビデオのお尻にちょっとお話しますこれは成長型マインドと、ね、固定型マインドの違いっていうのがあって、もし人生を変えていくんだったら、ね、私はできない、私は無理、こういうオプションはないって、もう自分で決めちゃうとそれが現実になっちゃうわけなんですよね、だってそれがあなたのパワーじゃないですか、神様からもらったみたいな。ね、でも、この、あオプションはどうやったらできるんだろう。 ね、この1ミリのシフトこれが成長型マインドですよね,ねこれについてまた話していきます、ね、だからこれ分かりやすく説明すると住む場所も同じなんですよね住む場所も同じなんですよ、ね、だから例えばあなたの固有振動数っていうのがあるじゃないですかあなたの本音ねで ね、あなたがもし、本当に僕の場合は、僕は自然派なんですよね、だから自然の、大自然の中で住むのが大好きなんですよ、ね、だからそれが僕の本音の固有振動数なんですよね、僕の揺れてることなんですよね。で、この僕が何を、ね、ゴールにするか、何ができる、できないかによって、ね、このきつい、狭いアパートに住むっていうこともできます、ね、な,んかなんか駅の隣で、ね、なんか毎晩揺れて、<laughs> そういうのを、ね、そういう場所はありますよね。 作らなくていいですよね狭いきついアパートってあるし、で、なんか普通のアパートっていうのもあります。ね、これこれがね、ねこのぐらいがオッケーだよねみたいな、やっぱりそ,そこに可能性を感じて、それもうあるわけなんですよね。で、自然の場所っていうのも、ね、大自然の中のお家とか、大自然のに近い町とかはもうあるわけなんですよ。自分で作らなくていいわけなんですよ。 だから自分の固有振動数に共鳴があることっていうのはもうすでにユニバースの中には存在しているんですよね。もしかしたらこれは結構ビッグポイントかもしれないですね。知らないんですよね。今考えていたんですけれども、ねね。で、鍵になるのがこのどこにフォーカスを置くかっていうことなんですよ。どこにフォーカスを置くのか。ね、で、このフォーカスを決めるのが可能性。ね できるかできないか私は普通のアパートに住むことなんてできませんって可能性もないって言ったらそこにフォーカスしないわけなんですよねだからあなたの波動がそこまでなんか上がってこないみたいな感じでそこにいるわけなんですよ。 ね、じゃあもうあ普通のアパートだったら、ね、できるかもって言ったら、ちょっとまた行動もアクションも変わってくるんですよね、今度、その場所、ね、アパート探すときとかは、普通のアパートを見て、きつい狭いアパートから普通のアパートにかぶで、自然の中に住みたい、そんなのできないよって、いや、できますよ、リモートワーク、フルリモートとかで、今、できますよ、リアルに、インターネットがあれば。そのできるっていう可能性によって、大きく変わってくるわけなんですよ、自分の行動が。 ね、なのでちょっと僕の場合は、ね、この固有振動数で僕はそのグレー企業の仕事しかできないって思っていた時があったんですよね。で20万円とかで始まって25万円になったりして、ね、これしかできない私はなんかこの辛い人生辛い会社でずっと生きていくことしかできないんだって僕決めてたわけなんですよ嫌だったんだけどで思い切って、ね、自分のハートを信じたんですよ。 でこういう固有うううううう指導数とかやり方とか全然分かんなかったんだけどもうやってみ僕バカだからちょっと <laughs> そういう面ですごいなんかちょっとナイーブみたいなところがあってもうやっちゃったわけなんですよで決断してで怖かったんだけどねで,できるって頭の中で決めて挑戦して逃げるか戦うか反応の戦うっていうところを脳的に脳科学的にねドーパミンとかねテストストストロンとか。 あのアドレナリンとかを使ってやる気を高めて挑戦してできたんですよねできたんですよ僕のフォーカスを変えたらねで今実際にあのねそのライフコーチとして月収1000万円のね経験もしたことがあってでその僕やり方を分かっているんですよねやり方を知っているわけなんですよね でこの1000万もっと上げるっていうのもできると思うしだからその自分の固有振動数ですよね本音に合っていること、ね、でこのやり方があるからその次はそのアクションを取っていくっていう形になるんですよね,ね,ねなのでねちょ,ち,ょちょっと分かったかな、ね、そのプラス10万円欲しいんだったら10万円のプラス10万円のやり方っていうのを学べるわけなんですよ。 ね、で100万円欲しいんだったら100万円のやり方を学ぶことができるんですよ。で1000万円欲しいんだったら1000万円のやり方を学ぶことができるんですよ。ね、例えば、ね、新しい 企業、ね僕あのその、僕はその情報コンテンツビジネスだったらやり方を知っているんですよね。例えばライフコーチになりたい人とか,、ね、なんか自分が知っていることで誰かの役に立ちたいという方の場合だったら、ね、どうやったらその月収10万円にするのか。 どうやったら月収100万円にするのかっていうのはじゃあ例えば自分の商品を作らないといけないんですよね価値がある商品をお客様が望んでいることっていうことはどういうお客様が自分の理想なのかっていうのをそのやり方を学んで知らないといけない、ね、で今度どういうコンテンツコースがいいのか、ね、そのいいコースの作り方っていうのを学んで自分で作ると。 で今度その提供ですよね自分のウェブサイトを持つんだったら自分のウェブサイト、例えば僕はカジャビっていうのを使っているんですけどその中にメールリスト、販売システムあのあのビデオを載せられる機能ホームページランディングページいろいろ全部でセットであるわけなんですね。それを学ばないといけないそのやり方を学んで現実にしないといけないで。OK、じゃあコンテンツ作ったら今度営業っていうのを学ばないといけないんですよね。 集客っていうことですよね。人に興味を持たせる。ね、でその中には、三つのやり方があります。一、ね、つは、もう自分のお客さんがすでに見ている。 すで、ね、に自分の理想のお客さんが見ている人たちが集まっている YouTube ウェビナークラブハウスとかに行ってそこで自分を紹介してもらってそこからお客さんに興味をもらって自分のページ、ね、自分のウェブサイトに来てもらってそこで何かをプレゼントすることなんですよね。ねそれが一つのやり方もう一つはあの広告をかけるっていうやり方これを学べばいいわけなんですよ。ね もう一つはその自分のリストに営業をかけるということもできるんですけれども、だからリストを増やしていくということで、okay. じゃあ、で今度、そのお客さんが入ってきたら自分でじゃあ営業しないといけないわけなんですよね、じゃあそういうオプションはいくつかあると、ね、オンラインでもう24時間営業してくれるセールスページっていうのを、ね、そのやり方を学ぶ、またはやり方を知っている人にお金を払って作ってもらう。 ね、またはウェビナーとか自分マンツーマンで営業するっていうのもあるしだから営業のやり方を学ぶ、ね。営業なんて私はできないよって思っている人は気をつけてください。これは自分で決めちゃっている。神様のパワーを使って自分で決めちゃっていることなんですよね。ね Your brain is 脳は学ぶことができるんですよ。 ね、大人になったら新しい言葉は学べないって思うかもしれないんだけど脳科学的には学ぶことができるんですよ、ね。例えば3歳の子供の方がいろんな言葉を学ぶのは楽ですよ。ね、脳がまだ成長しているっていうステージだからだから僕、ね、子供3歳の子供に英語で日本人の,日本あの子供に英語を教えると、ね、アクセントなしで「This is a pen」って言えるようになるわけなんですよ。でも,もうその、ね、高校生とか、ね、に特に20歳を超えると脳の成長っていうのが科学的に変わってきていますので。 その this is a pen って言ってって言っても this is a pen になっちゃうわけなんですよね,ねでも学ぶことはできるんですよ、ね、時間をかけて this no this this the, the, this is 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 pen 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 一緒にやってみて this this this, <laughs> this 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 is 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 pen 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 This is a pen.、ね、ちょっと発音が変わる。R も学べるんですよ。ね、こういう感じですごいスペシフィックなあのコーチング、ね、学びを受けたら日本人も R って言えるようになるわけなんですよね,ね。脳科学的にそれが真実なんですよ。だからあなたが私は営業できないとかこういうのを学べないっていうのは事実じゃないんですよ。それは自分が決めていることなんですよね。脳は学べるんですよ。ね、okay? Alright。なので、ね このちょっとスライドに戻っていきたいんですけれども、ね、この固有振動数、自分ができるかできないかによって、このね、仕事っていうのも変わってきて、で今ちょっとそう、じゃあその、じゃあどうやって100万円を1000万にするのかっていうと、ね、例えばライフコーチやっていたら、ねこれあの、別にあなたが。 ああなたに関係あるかっていうねやるかやらないかっていうことじゃなくてあこうやるから人は1,000万いけるんだってだからやり方はあるんだねっていうためにちょっと説明させていただくんですけれども例えばその自分のコーチングビジネスとかなんかそういう場合だったらその自分のコース1つの1本の商品がもう売れるようになると。で今度そこにバックエンドをつけると。 1>, 1回の商品を買ってきたらその次にこういうのもありますよって言ってそれを販売する。ね、広告の数を増やして自分の集客の数を増やすと例えば月に、ね、100人しか自分のサイトに来ないんだったら広告とか誰かの,、ね、あのクラブハウスで話したりとか、ね、YouTube で載ったりとか、ねね、紹介されて今度それを、ね、月1000人に変える月1万人に変える。 1>, 1つのプロダクトから2つのプロダクトにする、ね、もう3つのプロダクトにするとか、ね、で今度それが自分のブランドでできるようになったら、ね、それで年収1億円っていうふうにいけるようになったらこの同じシステムを別のライフコーチとか別の作家さんを見つけて自分のチームでその人のビジネスを作り上げると。 例えば僕はクリスだったらクリスもう一人のクリスを入れるみたいな感じなんですねで3人目4人目とかねで今度同じモデルを日本じゃなくて英語でやるとかねこのような形で収入っていうのは増やすことができるんですよね,ねでも一つは例えばその100万円プレイヤーと月収1000万円プレイヤーの違いっていうのは月収100万円の人はやっぱりそのあこのチャンスがあるなこ,のプロこれやろうと思ったら自分でやろうとするんですよね ね、だから自分の時間がなくなっちゃうわけなんですよ。ね、月収1000万プレイヤーとか月収1億円、ね1、月収4、5億円とか、ね、10億以上の人たちは自分でやるんじゃないんですよね。なんかアマゾンのジェフ・ベゾズがじゃあちょっとアマゾンの広告作ってみようなんて言わないですよね,ね。業界のトップの人を見つけてお願いしますっていう感じで出してうまくいったらキープしてうまくできなかったら次の人を見つけるっていう感じなんですよね。自分ででやらなないわけなんですよ ね、そのような考え方とかのやり方も学ばないといけないっていうことなんだけどごめんねちょっと話されちゃって、okay。なので「引き寄せの法則現実版」っていうのがこの僕のおすすめねすごい人生をあのこの引き寄せを使っていきたいんだったらもうすでに。 引き寄せの法則っていうのは事実だから共鳴だからあるわけなんですよ。あなたがもうね、決めていることっていうのが現実になっているわけなんですよ。私はこ,んこれしか仕事できない、辛い仕事しかできないとか収入入らないよねってもう決めちゃってると、それが現実になってるはずだと思うんですよね。なので、一回、この自分が本当に望むこと、ね、本当のこの本音の固有振動数っていうのを明確にするんですよね。 ね、ゴールセッティングが大切な理由はこれなんですよ。で、できる、できないは置いといて、できてる人を見つけるんですよね。ね、ハウは後であそこまで関係ないんですよ。 How はそこまで関係ないんんででですすよよ後から出てくるんですよ、ね、できてる人を見つけてその人と馴染むとそ,のそういう人たちの世界の日常生活、ね、その人たちの考え方だからクラブハウスで聞いたり,出たりとか YouTube でずっと聞いてたりとか本を聞いたりとかすごい大切なことなんですよ、ね、だからウェビナーの,、ね、あの僕は前分からなかったんですけれども例えばなんか有名な人のセミナーとかに行くと、ね、普通のチケットがなんか10万円なんだけど VIP 席30万円とかあるわけなんですよね。 ね、なんでって同じセミナーなのにアホじゃんとか思ってたんですよ。ねなんかエゴじゃんってねちょっと近づけるから違うんですよ。 ね、こういう VIP 席を買うとそのセミナーをやっている自分がなりたい人もうできている人と馴染むことができるんですよねお話しすることができるんですよ実際にエネルギーを感じることができるんですよで、ね、僕たちのエネルギーフィールドが考え方を通してリアルに変わってくるわけなんですよねで質問ができたりとか近寄ることができるんですよでもう一つは他の VIP の人たちも結構力を持っている人たちなんですよね同じ固有振動数の共鳴みたいな感じで集まっているわけなんですよねそこの ネットワークそこで頼れる仲間そこからのビジネスチャンスそこからのなんかねあの大切な仲間たちっていうのも出てくるわけなんですよね,ねだからその見えないようなお金の価値っていうのはリアルにあるわけなんですよね僕前分からなかったんだよねこれうん OK なのでこのできている人を見つけて近寄っていくとやり方を学ぶ、ね、やり方を学ぶっていうことなんですよね ね、だから本当に僕あの、ビジョンプログラムっていうコース、今はクエストって言って、もう6週間、本当にあの毎日最低30分は勉強しないといけないで、週末に2時間のウェビナーがあって、オープンオフィスとかで相談できる時間とかもあって、それをみんなでね、今、あのすごいわいわいやってるんですけれども、ね、前なんか、なんなんかビジョンプログラムを、ね、その自分のビジョンを見つけて、やり方を学んでいくっていう、本当にワクワクする、自分の本音のこういう振動数を見つけているプロセス、で今度、実際にそれをやっている人にインタビューしたりとか、近寄ってて、そこに、 ね、そ,のそれをやっていく時間を現実的にアプローチして時間を作っていくっていうのがなんかあなぜこれをやるとうまくいくのかっていうのがわ分かりますよねこ,れこ,のこの話を聞くと科学的に。でもう一つねこれちょっとあの今日時間がないのであんまり話できないんですけれどもあの僕たちの 逃げるか戦うか本能って言ってドーパミンアドレネリンテストロストリンっていうのが実は僕たちのやる気を上げてくれるんですよね,ねやる気を感じている人よっしゃーみたいな感じで行動できる人はテストストロンとドーパミンとアドレネリンが高いんですよねでダラダラしている時にはプロラクティンっていうホルモンあの女性のミルクが流れるようなそういうホルモンが長かったりしてでその幸せを感じるセロトニンとかね普通の場合だったら ね、昔の人間たちは、なんかハンター系じゃない、ファーマーじゃなくてハンターじゃなかったじゃ,じゃないですか、だから獲物をゲットするっていうことについて、ね、やらないといけない、たいね辛いけど、ねで、それをしないと体は死ぬんですよね、だから体は、その、ね、やりたくないんだけど、必要なことを応援させてくれるようなホルモンのシステムっていうのを作ってくれたんですよね、これがドーパミンとか、ね、そのワクワクホルモンとかといわれて、モチベーションは実はホルモンなんですよ。 やる気を高めるっていうのは実はホルモンなんですよ、ね、ここをアクセスできるようになって、ね、例えば自分の人生でトラブルが出てくるじゃないですか「やべ」って「私は無理」って、ね、固定型マインになってもう無理」って決めちゃうようになりたいじゃん、ねで。これは本能的に私たちのサバイバルで耳を守るために脳が「セーバー・トゥ・サイガー」出てきたよって。 ね、逃げるようにって言って、アドレラリンが流れてきて、ドク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 心臓のね数が上がってきて、足がね筋肉に足が血が流れてきてで、消化の機能のエネルギーじゃなくて、人間が人が動けるっていう感じ、で中には蛇とかが出てくると勝手に動きますよね、バスに当たるぞって、ーって。ね、この、ね、交換系システムっていうのがリアルにあるわけなんですよね、私たちの。This is a closed circuit, a circuit.、ね、脳の,のサーケットなんですよ。 ね、電気オンみたいな感じで、ね、それで、すよねで普通の場合は怖い上司とか、ね、その逃げられない環境とかっていうのがあると、この、あ逃げられないって、ね、だからストレス、ゾッとするんだけど、ね、怖いって感じるんだけど、逃げられないから、耐えるしかない。 ね、なんか鹿が鹿をやっつけるとね鹿ハンターが鹿をやるときにねなんか鹿が崖の上にいるとかねなんか壁に当たっちゃうともう耐えるしかないみたいな、まあまあ、最後は戦うと思うんだけどね同じような感覚で自分の人生の中で今度やり方を学んだら行動するじゃん、ね、アウトプットしないといけないじゃんでその時に絶対敵が出てくるのね壁に当たるのよできないってでその時に固定型になると私はできないってなっちゃうんだけどリアルに ね、何が起こるのかっていうと僕たちの脳が、ね、例えばこれ失敗したら破門されるかもよ笑われるかもよ、ね、うまくいかなかったら収入がなくなって死ぬかもよって思って「セイバーツースタイガーが出てきたよ」って脳は考えている、ね、だからこの「逃げる」っていうホルモンが流れてきてるのね,ねでもこれを「戦う」っていうふに変えるのね,ねどうやったら戦えるんだろうやり方知ってるかな できてる人から相談しようみたいな感じで、その人と馴じんで、その人が、いや、それセーバー・トゥース・タイガーじゃなくて、マーケティング問題で、それはマーケティングの問題で、こういうふうにパンパンパンってやったらできるよって、あとでやり方紹介してるよ、似て,てあげるよって、じゃあ一緒にやるみたいな感じだったら、このセーバー・トゥース・タイガー、俺の方が強いかもよって脳が考えちゃうわけなんですよね、自然に。すると、アドレナリンも出てきて、 でよっしゃみたいな感じでそこで一発勝利ができると今度テストストロンも流れてきてでテストストロンっていうのはこの戦うっていうかリーンインっていうかそのもっと挑戦したくなるきつくても挑戦したくなるっていう風にな,なるわけなんですよ。やりたくない怖いんだけどねこれ僕バイキング僕はノルウェーの血が入っているから僕,のあの僕はバイキング系なんですけどもそのバイキングの夢っていうのを知ってます。 バイキングの夢は朝起きたら戦争に行くんですよ、戦。で、戦って、で、夜はお酒飲んで、で、v a l h alla, right? で、次の日何やるのって言ったらまた戦いに行くのよ。クレイジーでしょ。クレイジーでしょこういうような伝説みたいなバイキングの天国って。でも、ホルモン的、体、この脳科学的に、ニューロサイエンス的に考えると、make sense。 ね、あはーみたいなな感じなんですよあだからなんだっていうのが分かるんですよね,ねだからやる気を高めたいとか本当にそれが興味があるんだったら是非このニューローサイエンスを勉強するとでこれ本当に最新のデータなのでねニューローサイエンスって1990年代の前半なんでアメリカの大学スタンフォードとかイエールとかハーバードで学ぼうとしてもなかったわけなんですよ。 ね、サイコロジー、バイオロジーっていうのがあったんだけど、ね、今、こういうことが今、あのネットでいっぱい出てくるようになって、ね、特にあのこの革命を、ね、作ったのはアメリカではアンドル・ヒューバーマン博士,博士ですよね、アンドル・ヒューバーマン、ね、すごい方で、ね。だからぜひ彼のポッドキャスト、もしあの今、あなたがお,お医者さんだったら、ね、ぜひあのちょっとリンクつけときますので、彼のポッドキャスト、彼はあ、えのー、と、えっ、ー、と、えーと どこだったっけあのスタンファードの、あのー、プロフェッサーなんですよね。ですごいポッドキャストとかもう最新のデータをいろいろ紹介しているので、おそらくあの今のお医者さんでもあのお医者さんになった時にまだなかったデータみたいなのがありますのですごいあの面白い、面白いんですよ。Right、ちょっと話それてちゃって、ちょっと締めにしましょう。 ごめんね、僕ね、話長いね。ごめんね。<laughs> right、なので、ね、秘境性の法則を学んで実践していくには、この成長型マインドっていうのを身につけないといけない。 ね、これはどういうことかっていうとねごめんねちょっとスライドあのこのビジョンクエストの中で説明していたことなんですけれどもあの人生を変える2つのだからちょっと色が違うのねデザインが、okay、人生を変える2つのマインドセットっていうのがあって1つがこの固定型マインドセットなんですよね this is fixed mindset でこれニューロサイエンス的本当に脳科学的に事実ですからね脳はあの変わりますからね自分が何をどう思うかによって。 でもう一つが成長型マインドセット、This is growth 日本語にするとグロースって言うんだよね。でこれ、すごい、この本は絶対読んでください。ね、これはあのキャロル・ドウェック博士があの書いた本で、本当にやっぱりその成功している人たちとか行動している人たちは考え方が違うんですよね。で、この考え方を変える、できるかもってなると、セーバートゥース・タイガーが出てきた。 ができるかもよってなるとホルモンも変わってきて行動しやすくなるんですよ。これ事実なんですよね,ねなんか変えないといけないんですよ。で、この固定型マインドを持っている人仕事つらいんだよとか私はスキルがないから才能がないから、ね、人生〇〇は変えられないって自分で決めちゃっているとこういう考えを持っている人は失敗を恐れるんですよね。〇×感覚で×になる私はできないもっと悪くなるって。ね だから、逃げるか戦うか本能のもう死ぬよってこれやったら、だから行動しない、行動しない方が楽、でも行動しないから現実が変わらないんですよね。ね、だからその失敗をすっごい怖がるんですよ。でも成長型マインドの人は、ね、失敗を怖がらないんだよね。 ね、失敗じゃなくて三角だから失敗はインプットに変わるからそしたらそこの情報を使ってもう一回アウトプットして確率を高くすればいいっていう感じなんですよねだからこの努力とかねどのぐらいエネルギーですよね辛い努力じゃなくて自分が向かっていること自分がやりたいことには努力いくらでもかけられるからね ね、なんか辛い,い学校の勉強とか辛い学習、なんだっけあの、受験みたいな感じでやりたくないんだけどやらないといけないっていう、ね、その無理してる努力とは、自分が望んでいるところへの努力とは全然違う話ですからね。 だから努力っていうのがなんか好きになれるような感じに脳が変わってくるんですよ。努力している方が楽しくなるんですよ。これは本当にドーパミンっていうのが流れてきて、でドーパミンはなんか朝起きたらニュースつけたり、Facebook 見たりとか、楽しいじゃないですか、何が,何が起こるのか、ね、ギャンブルも楽しいでしょ、たまに当たるっていうのはドーパミン大好きなんですよ。ね、でリアルに測れるんですよね、ドーパミンのレベルとかが。ね、朝,朝寝ててで、普通のレベルだったら、朝コーヒー飲みたいなって言ったら、あ、コーヒー飲もうって言ったら、ね、そのドーパミンのレベルがベースライン。 ね、3から5から100に上がったりとか、ね、で今度、ビデオゲームやりたいって言ったらもっと高まったりとかおいしいもの食べたいとか、ねね、変わっていくわけなんですよねで、このドーパミンをどこに自分が使うのかっていうのはコントロールできるしで、ドーパミンっていうのは永遠にあるんだけど、1日使えるドーパミンの量っていうのが限られているんですよね。 ね、だから、休まないとドーパミンっていうのが復活しないわけなんですよ。なので、このビデオを見たら、どこで自分のドーパミンを使うのかっていうのを注意してください。ね、You have to set your goal, you guys.If you want to change your life, I really think you should change, set a goal. 本当に人生を変えたいんだったら、マジ、ゴールはセットして、でそこにドーパミンを使う。ね、トイレでなんかわかんないわけわかんない Facebook 見て、ドーパミンを使っちゃうんじゃなくて、ね、大切、限られているから。 もちろん復活するけどであとリアルにやる気を高めたいんだったら夜10時には寝ている方がいい、ね、これ夜型の人はちょっと違うと思うんだよねあとシフトワーカー夜工場で働くとか、ね、タクシーの運転とかそれはまだ別のやり方があるんでそれは僕あのちょっと違うんですけれども普通の人の場合はリアルに朝夜の10時から朝4時の間に強い光を見るとドーパミンのレベルが低くなるっていうあの研究のデータがあるんですよね。 ね、なので、本当にその自分のやる気を高めたいんだったら、僕のお勧めはできればそのね1時間前、寝る前の1時間前には LED とかスマホを消して、または赤い LED にするとか、赤いスマホとかさ、こういうの、のパッパッパってやると赤くなるじゃん。そういう感じにしたりとか、こ,のこ,のこれのやり方もビルも Mac の iPhone のやつは作って、どっかに置いとあのつけときますね、リンク。All right. だから本当にあのいつも夜11時とかにあの電車の中で光バーってきてで夜つ家着いて12時からテレビ見てやる気出ないなっていうのはそれはあななたのせいいじゃないんですよ体がそういうふうにデザインされてないんですよね。 私たちの体は夜寝るっていう形でデザインされているんですよ。ね、メロトニンのレベルとかいろいろその体はサーケリアニリズムっていうのがあって休まないといけないんですよね。復活しないとこの sy、ね「sympathetic」ねこの交換系システムと「parasympathetic」副交換系システムっていうのがあって両方大切にしないといけないんですよね。 ね、なので、それについて興味がある方は、ぜひ、僕の、あのー、マンスリー、あのこういうことをね、毎月、あの月3回はね、ライブでやっているんですけど、毎月新しいコンテンツをリリースしているフライトプログラムとかで、ぜひ入ってきて、直接僕とお話しすると、もっとコーチングできると思います。その設定とかもあるんだよね、やり方とか。Right. で、えー、と、グロースマインドセット。ね、だから、こういう、この考え方を持っていると、どうやるんだろう。 何が足りなかったんだろうどこ失敗したんだろうでここがアウトプットに変わってくるんですよねアウトプット、うん、だからこうすると問題から逃げるっていうねアセバートゥースタイガーが出てきたんじゃなくてどうやってこいつやっつけるんだろうって言ってリンンイでできるるよようになるんですよね,ねでこれが連続で起こっているともっとテストストロンのレベルがな高くなってもっとやりたいっていうふうにもっと挑戦したいっていう自然にあなたの体が変わってくるんですよ 体が変わってくるんですよ慣れてるだから成功している人たちは連続続でで成功を続けるよようなな感じなんですよねリアルに体が応援してくれてるわけなんですよで。すごいでしょ、これちょっと、この引き寄せの法則の話。ね、なんかようわかんない宇宙のなんちゃらかんちゃらじゃなくて、現実的に自分の目標っていうのがこういう振動数で、そこに共鳴っていうのがあって、アクション、リアクションっていうのもあって、自分の体も目標を応援してくれるシステムっていうのがあるんだよね。 ね、すごくないこれす <laughs> すごいと思うんですよね,ねこれ新しい研究とかで2020年以降に特にドーパミンのよく分かんなかったんだよねドーパミンはよく分かんなかったみたいなんですよ大学とかでもワクワクホルモンだよねってドーパミンっていうのは、ね、このワクワクっていうのはこのホルモンの役目はね挑戦するっていうやりたいっていうのが目的なのね結果は違うのよ結果はセラトニンとか、ね、違うホルモンなのよ やりたいわけなのだからなんかフェイスブック見たいなと思ってフェイスブック見たらなんかそんなに気持ちよくならないもっと見たくなるとかね同じような感じなんですよねだからこれをどこに使うのかっていうのがその自分の本音の目標をに合わせてやるとこのダラダラっていうのが自然になくなって行動っていうのが行動力が自然に高まってそのあなたが自分が望んでいるゴールにたどりやすくなるためにあなたの体も起動してくれるわけなんですよね。 面白いよね僕すごい面白いと思うだからおそらくこういう話は早くて2年後遅くで普通おそらく5,6,7年後にはいっぱい日本の本屋さんでこういう僕が今言っているような話の本がいっぱい出てくると思います、うんうん、やっぱりその一番早くアメリカでやっているその業界でやっている人を学んでいる専門の人の YouTube の方が か早いよね情報が僕英語わかるから、ね、そ,ういうかそういうことだけででも後から絶対これがもっともっと広がっていくからこの話は、うん、楽しみにしておいてください All、right、なのでこの成長型マインドっていうのがリアルに必要になってもう一つはアウトプットのやり方っていうのを身につけることなんですよねでちょうど僕、えー、と先週アウトプットのビデオ、えー、と1時間20分ぐらいのリリースしてその前は、えー、と20分30分のあるのでぜひそこからアウトプットを学んでくださいアウトプットは必要です アウトプットをに慣れてくる、ね、挑戦に慣れてくるってやると人生変わります。これをやらない限り人生は変わることはないんです。どんなに引き寄せの法則を持ってて、わーって思,うー思ってても、ね、行動をしないといけない。特にスピリチュアルの人は、ね、行動もスピリチュアルなんですよ。恐れることはないんですよ。ね、体、あなたを応援する、このすごい体で生まれてきてるわけなんですよ。 ね、だから中のイメージふんやりしんわりねあのあの幸せっていうのすっごい大切感謝愛そのエネルギーフィールドその固有振動数でアクションを取ることはできるんですよ恐れることはないそれをマスターしていくためにそのスピリチュアルの魂がこの肉体でこの経験を通すために生まれてきているっていうのも一つの理由だと思うんですよね であなたが本音に感じる幸せ、愛っていうのを、この行動をマスターできる、アウトプットをマスターできるようになってやっていくと、ね、現実が変わります戦争が減ってく、なくなってくる困っている人が減っていく、環境がもっと大切にされる、動物が大切にされる、女性が大切にされる、女性が輝ける、辛いサラリーマンをやっている人たちが減ってきて、もっとそういう人たちも自信を持って、もう本音で、 ね、光の存在みたいで輝いていける、もう宇宙が素晴らしい、地球が素晴らしい、素晴らしい星に変わるから、恐れる必要はない、で一人でやらなくていいから、ね、フライトプログラムとか、ね、僕でも、ね、毎月こういうのやってるし、本田健さんもね、いろんなコースもやってるし、翔、ね、子さんも、ね、あの千葉翔子さんもやってるし、いっぱいいるからで、絶対共鳴で引き寄せられるから、心配しなくていいよ。ね、あなたはできる、ね、やり方を。 学べばいい。ね、やってこうよ。もう愛を持って。 ね、アウトプットのやり方すっごい楽しいよマジめっちゃくちゃ楽しいよどのぐらい楽しいのかっていうと人生の中で一番楽しかったことを思い出してくださいね例えば僕の場合はスノーボーをやったりとかねなんかねパラシュートやるのが好きな人だったらそうかもマウンテンバイクとかねワンちゃんと一緒に、ね、のラブラブの時間を過ごしたりとかね中にはゲームやる人が大好きかもしれないね何、ね、かねネットフリー見るのが大好きかもねあのストレンジュー・ティング見るのが大好きとかなんか美いしいねドミノ・ピザ 食べるのラーメン大好きとかねあねゲームオブトローンズが大好きとか旅行が大好きとかでこれドーパミンなんですよ自分がやりたいことが同じようにもっとしたらもっと楽しくなるのよ。 これ科学なんですよ申し訳ない僕はこれすごいよね。これ10年前に僕がこれ言ってたら説で終わるんだけど、これ脳科学なんだよね。やったみたいな感じ。<laughs> right. Okay, thank you so much. 本当にね、ここはね、8分のビデオ長くて8分にしようと思ったら1時間ぐらい話してしまいました。Right. でいろんなリンクとかつけますので、特に英語の勉強が好きな人は、Andrew Huberman。 This is, this is a game changer. もうこれあの、革命が来てますよ。アンドリー・ヒューバーマンのポッドキャストでもう成功哲学業界。何、ね、て言うか、僕が入ってるこ,この業界、革命が来てる。革命が来てる。本当に、本当にもうトップのアメリカのトップの YouTuber たちが彼とインタビューしてしたいとか、すごいことになってますよ。うん。All right, you guys. So thank you so you thank much, Prachi ぜひですね、あの僕がやっているフライトプログラム、あの本当に無料で入ることができますので、お試しみたいな感じで、で毎月コンテンツがリリースされて、で仲間たちもいっぱいいて、あの瞑想のトレーニングとか、あのマインドの健康のトレあのメンタルトレーニングとかいっぱい入っていますので、あのぜひ入ってください。であのライクボタンを押すのも忘れないで、であのチャンネル登録もぜひお願いしたいなって思っております。All、right, you guys. Thank you so much for checking out this video. I love you guys so much, and hopefully I'll see you next week. Thank you.